山本今永噂はみんな派手に炎上、千賀と松井は怪我で戦う前に言ったし、バブル崩壊してメジャー志望のやつら諦めてくれ、こいつらだけ高額な契約結ぶとかせこいな、オープン戦で何言ってるんや、藤浪は夜投げさせろ、佐々木田まで下駄履いてるしな、山本以外は通用しなくてもおかしくない、直が通用するなら山本は通用する野郎が、普段は1打席ごとに選手煽ってるやつらがまだオープン戦でとか言ってんのくさ、 NPB には来ない強打者相手じゃ打たれるよね、まだ F がいるから、山本は余裕、今永はサワンで三振は取れてるからそれなりにやると思う、噂は厳しい、山本の延長で許されるなら噂はもう大丈夫だろ W、 わざわざ注目してないだけで多分 MLB の中くらいよりちょっと上のアメリカ大陸出身投手たちも飛翔しまくってるんやろ、知らんけど、そういや藤浪どうしてるんや、藤浪は本番に強いからな、山本は今日は普通にあかんかったな、日本でも5回までに4失点はしてる、内容や嘘みたいに、最終兵器 FUJI しか勝たん、皆さんはどう思いましたか、ぜひコメントで教えてください、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録よろしくお願いします。